日もね梅ひかに来てもらってるんですけど、はい、お願いします、はい、あの牧野チャンネルでもちょっとトーク系撮ったんですけど、はい、ちょっと同じような内容になっちゃうんですけど、はい、まあ実はまあ僕たち ね今あの仲良くやらせてもらってるんですけど、もともとは共演 NG だったっていうことをちょっと話そうかなと真相についてね、はい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 、その真相について似たような話になっちゃうんですけど、はいはい、慣れ初めというかね、こう共演 NG っていうか共演 NG にされた側ではありますけどね、うん、まあいろいろあったんですよっていうのをまだ公開したことなかったので、はい、証拠がね、証拠ある、なぜコラボをしなかったかっていうのを、リズムはまだマキとコラボってか面識ない時に、はい、まあ、やっぱずっとマキのこと見てて、ね、いやいつかコラボしたいなと思って YouTube 始めて、でまあちょっと数万人ぐらいになってきたところで、そろそろ無理かなと思って、あのマキのねマネージャーにね、はいはい、やっぱマキ直接連絡取れないから、はいはいはい、マネージャーの方にちゃんと正式ルート、あの正式ルートで連絡させてもらいました。一回ちゃんとしたコラボのあれやな、依頼や、コラボ要請を出しました、うん、そこでのやり取りをちょっと今日、はいはいはい、あのちょっとプライベートにはなるんですけど公開してほしいなと思って、ぜひ、文読んでもらって、はい、そんなあったかな、まずタカがこれ連絡取ってるんですよね。はじめまして、お願いします、はい、リゼムのタカと申します、はい、素晴らしい入りが普通やろ。リゼムという YouTube チャンネルで活動させてもらっていて、マキイカさんとコラボをお願いしたく連絡いたしました、はい、めっちゃ丁寧、もう丁寧に、こんなん絶対 OK や、これマネージャーに送ってますけど、マネージャーです、はい、来月の2月16日に大阪のフットサルイベントの参加予定で大阪にいますので、コラボをお願いしたくご連絡いたしました。現在リゼムは3人組で活動していて、撮影内容ははっきりと決まっていませんが、ざっくりとした内容はチームマキイカとリゼムの3人で3対3の何かしらの対決系をやりたいなと考えております。面白そう、同じサッカー系 YouTuber として本当にコラボしたいとずっと思ってました。うわ、もしよろしければご検討ください、よろしくお願いします、お返事お待ちしております。素晴らしい、こんなんさ絶対 OK やん、なんか愛情とかもなんか感じる、はい、取れました、うん、本当に素晴らしい。マネージャーからの返答がお願いします。お世話になります、マキヒカマネージャーの中村と申します、ご連絡いただきありがとうございます。しっかり返してるな。現状マキヒカ自身あまりコラボをしない YouTuber でして、コラボする場合はメリットがあるかどうか交流関係があるところしかしておりません。明日本人とお会いするので直接返信をいただきます。可否については返答次第ご連絡申しさせていただきます、はい、同じサッカー系 YouTuber として一緒にサッカー界を盛り上げていくことができればと思います。おお、それはもう絶対やん、明日聞いてってことか。そう、うん、絶対やん、本人の返答次第で決まるって、それマネージャーはもうやりたいやりたいやん、だってサッカーを盛り上げましょう、うん、そうそう、ね、でね、素晴らしい。そして、返信が来ました。お世話になります、マキヒカのマネージャー中村です、うん、コラボの件ですがマキヒカと話し合いをした結果、はい、私の周りのクライアント事情もあり、今回は見送させていただきます。なんでやねん、なんでやねん、その理由一緒に盛り上げよう盛り上げよう、あれかメリットがメリットがないと、おい、はい、せっかくご連絡いただけたのにかかわらずご期待に添えず申し訳ございません、引き続き今後とも変わらぬご愛嬌のほどよろしくお願いします。お願いします。ご返答いただきありがとうございました、はい、うん、で終了です、終了しよう。だからそのこっちのマネージャーもさすがに直接言うたら攻撃的な言い方になるのもオブラートに包んでちょっと今回はって言ってますけど、メリットがないってことですか。いやまあでもそうですよ、この時なんか多分数万人しかおらんくて、うん、でマキはもうむちゃくちゃもう50パイオニアですから。そう、マキヒカさんはでしたから、ね、はい、これあのりょうくんの時とどっちが前後なんかなと思って、これはいやこれ最初じゃん、多分こっちが最初だよね、2月やった、だから2021年、はあ、もう3年前で、これウィナーズが始まる8ヶ月前なんよ、これ。うわー、8ヶ月前、2021から始まってるんですか、ウィナーズって。21年の夏だね、うん、2021年の夏だから21年の最初期だったら、これ6ヶ月、半年前、半年後ぐらいにウィナーズが始まる。金で断ってんな、じゃあで、半年後金でメリット断られて、半年後にウィナーズやってる気まずい。マキはユージ君から連絡来たの。そう、そのマネージャーで止まってんのか、ほんまにマキが、そう、そこの真相知りで、リズムメリットないな、でユージが断ったんか、それはマキが言ったのかどうかで、ね、メリットないなっていう、それはちょっと言葉があったの、メリットない。じゃあマキからやったよな、ユージに言われたんや、ちゃんと話は聞いてた、はい、こういう関係ももちろんその、まあまあそれはね、なかった、初めてなかったの、はい、でプラスその数字的にもその、俺らにしかメリットないわけやな、そうですね、それをはっきり言ったってことやな。そうです。
そうですまあまあまあそれしか言えないし、まあしかもマキは合ってるから、そんな普通だから、そんな、うん、俺もそんな始めたてのやつらがなんか急になんか今までやってきたやつにお願いしてコラボできるのは世界じゃないっていうのは分かってるから。えでも K を逆にさ、今の登録数でさ、うん、3万4万のさサッカー一緒に盛り上げたいです、一緒にコラボしてくださいって言われたらどうする？やるな。やるよな関係値あればやっぱり、うん、えでも俺は結構巻き寄りよ。えマジっすか？いや俺はめっちゃこういう関係と、うん、まあ俺も考える、これほんまにやる意味あるかって、うん、おっ俺はめっちゃ巻き寄り。ありがたい、うん、俺まず基本的にこういう関係ない人とあんまりそれ思う。シゲは分かる。シゲは結構巻き寄り。やったー、味方おった。マジいい動画も作れないしね、やっぱこういう関係とかないと、はい、それはあるよ、うん、いやでも初見で普通に女描いたりするやん全然関係ないこういう関係ないのに、こういう関係初めましてね、あるらしいだね、メリットがあるからようまいこと言われた確かに。まあ、共演 LG になったっていう話をちょっと今日公開しようかなっていう、はい、だからその真相を知りたかったよ、ほんまにマキにから断られたんか、うん、聞いてなかったからマキ本人から、はい、その時の当時の話をね、はい、断られた過去がありますよっていう、うん、まあ、それは絶対言うとこ。で俺ら YouTube 結構始めて初期ぐらいからずっとコメントでやっぱ牧ひかさんとのコラボ見たいとか毎回毎回のように来てたから、やっぱ俺らもなんかあもうコラボしたいなみたいな、はいはい、雰囲気になったから。俺だから山田の焼肉むっちゃ楽しかったもん。何これおもろーと思って肉とかよりも断ってるマキと断られてる、うん、リズムがどないして飯食うどっちが役んやろでも年上やしめっちゃおもろかったしかも断った時俺年齢知らんかったよ。あそう下やと思ってた、うん、でも上やってからほんま気まずかったみんなまあいろんなことを得て、はい、得て今はね、まあ、やらせてもらってますから、本当によかったわ。まあでも知らない人多分多いと思うんで、このそうですね、最初共演無理だったっていうの、はい、よかったね。コラボ一回断られてそこで気まずいまま終わってたのがウィナーズというチームのおかげで、いやほんまそう、あえて、はい、あの時はっていう話になってたから、本当にコナミさんのおかげっすね。コナミさんやっぱインフットボールってつながれるから人と、うん、人と人つなぐよね、うん、人と人がつながって、インフットいいね、インフット最高だ、インフット最高だ、インフットやろうぜ仲いいのな昔は断ってたのになえぐるなえぐるなありがとうございました。